ねえ見て、今夜は月が綺麗よマリちゃん。ああそうだな、すごく綺麗だなレイム。ねえマリちゃん、一つ言いたいことがあるんだけど。おお、なんだなんだ、言ってくれ。でもどうしよう、恥ずかしい。やっぱ言うのやめようかな。おいおいそれはないぜ、いいから言ってみろって。わかった、私ね、私今とっても、うんちがしたいです。雰囲気台無しと、そんな台無しになった空気を元に戻すべく、解説本編に参りましょう。ここでしてもいいですか？ダメに決まってんだろなんだその質問と。いうことで今回解説するオブジェクトはこの方です。ロマン系の皮をまとう、おやすみ僕の街です。特別収容プロトコル、インターネット上の SCP-1214 に関する書き込みは監視され、必要に応じて、発信者の特定と記憶処理が行われます。なんかそれっぽい情報あった？いや、ずっとポメラニアンの画像見てました。奇遇ですね私もです。めっかわすぎて辛い。仕事をしろ仕事を。あなた、それっぽい情報をあれな感じで発信しましたね。いや私は何も。何もってあなた、あんなことしておいて、あんなことしてそんなこと知らないってどういうことですか？さっきから何を言ってるんだこの人は。関連が疑われる POI 番号581992は、割り当てなしのまま保有されます。ちなみ、POI とは地図上の特定のポイントのこと。地図上で表現できる場所であればどこでも、POI と言えます。その1番号が割り当てなしのまま保有、ということは、一部の場所がごそっと消え失せたことを意味します。なかなか規模のでかい異常性っぽいですね。オブジェクトの説明。SCP-1214JP は、不明な高度から吊るされた、地上約5000メートルに位置する、一般的な白熱電球です。光量は約1600ルーメン。これは100ワット相当の光ですね。約30センチメートルの金属紐がついておりまして、この紐を引くことで消灯も可能。夜間のみ不特定な都市圏上空に点灯した状態で現れ、夜明けとともに消失します。これ以外の動作は特に行いません。なんだ、ただ現れて消えるだけじゃん。生卵ぶつけたろかこら、という方のために次に参りましょう。オブジェクトの異常性。SCP-1214JP の異常性は、人がそこまで到達し、人の手で消灯された際に発現します。なんとオブジェクト直下の都市圏が消滅します。何してくれとんねん。これの恐ろしいところは、ただ場所が消えるだけじゃなく、記録及び記憶も消滅することなんだ。これにより歴史改変が起こり、都市が発展しなかったことになる。その場は見事にまっさら原野さって台本に書いてあります。怒涛の丸読みお疲れ様でした。その大規模な過去改変事象ゆえ、実験は禁止されている。まあそらそうよね。その都度歴史変わるわけだし。しかしこの電球、発見の契機となった過去改変根研究によると、2008年の12月に、何者かによって消灯されています。残念なことに、過去改変によりこの人物も消えたと思われ、特定するには至りませんでした。なんてこった。みんな大好きほほいのほい。2018年、12月14日、20時頃、SCP-1214JP は、なんたら県山中の無人地帯上空に、消灯状態で出現。この際、いつもついている紐はなく、動作もないまま滞留。当日発生した、双子座流星群の極大の後、その場から消失し、それ以降同様の事象は確認されていない。一体何だったんだろうか。そんなことより今夜はカレーよマリちゃん。なんか嫌だわ、ということで今回の解説はおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。それではまた次回、ハッピーバナナー。